浮気して別れた元彼の話題で盛り上がった、あざとくて何が悪いの。弘中綾香アナの本音に南海キャンディーズ、山里亮太が注意する一幕が。20日深夜放送、あざとくて何が悪いの。テレビ朝日系、レ同局、弘中綾香アナが、浮気した元彼、レの独自の対応に言及。進行役の南海キャンディーズ、山里亮太らからツッコミが飛んだ。浮気が原因で破局。芸能界屈指のあざと女子である弘中アナとフリーアナウンサー、女優の田中みな実が中心となり、山里、ゲストと共に世の男女のあざとい恋愛事情に迫っていくのが同番組の趣旨だ。バル、今回は第8弾となる番組内ドラマ、あざと連ドラ、をゲストの元乃木坂46、秋元真夏と鑑賞。第3話では彼氏の浮気が発覚して別れた主人公の新たな出会いが書かれていった。元彼と距離を戻す場合、年上でそつなく、スマートな振る舞いをする男性と出会った主人公だが、不器用で嘘が下手だった元彼、シンジを忘れられない描写が。そこから田中は、シンジと戻るはなし、と浮気した元彼と距離を戻す道もあるのではと思案する。すると弘中アナが、シンジが土下座してきたらいいですけどね。自分から行くのはちょっと、と切り捨てたため、周囲は騒然。山里は、弘中ちゃん、母になる人間が何を言ってるんだ、と第一子を妊娠中の弘中アナをいさめて場を盛り上げた。子供を代弁、弘中アナは、でも、だって、と笑うと、山里は続けて、聞いてびっくりしてるよ。子供も、お母さん、土下座を強要されるんですか、って、とお腹の中の子供を代弁して笑いを誘う。バル、それでも弘中アナは笑いながら、だってシンジが悪いんだもん、と浮気した元彼が悪いと一歩も譲らなかった。山里のツッコミに称賛も、浮気した元彼と距離を戻すなら、土下座は必須だと強調した弘中アナ。このやりとりに視聴者からも、土下座強要死ぬ、弘中ちゃんに対する、子供もびっくりだよ。お母さん、って突っ込み爆笑。山ちゃんやっぱり面白いわ、といった感想が寄せられている。